ドラゴンクエスト原神、次は、ロトの槍であります。つっかえ棒にテープでロトの剣をつけてます。防御はこうやります。はい。このさっき、剣と盾っていうやつで、1面クリアしたんで、次は2面から。よーし。今のところはちゃんと動いてるぞ。まあ別にね、ただただ剣が、機械に近くなっただけだから、反応はね、良くなってると思うんですよね。あとはこれをこう僕が自在に操れるかどうかと。槍を。長物。よし。まあ、とりあえずローラ姫を助けに行こうということだな。さあ、ちゃんと動くかな。よし、こうしたら防御はこう。よし、いけてるいけてる。あ、いけてるけど。反応が微妙やな。よし。あかんあかん、倒した俺は。よいしょ。よしよし。よしよし、なんか、いいぞいいぞ。反応がいいぞ。反応は非常にいいぞ。1回目の変な武器。まぁ、ちょっと縦はね、難易度低かったんで、なしということにしても、槍はそこそこ使いやすいな。防御、防御、防御、よし、防御、槍で防御。まぁね、やっぱ槍がね、防御するもんじゃないですよね。やられる前にやる方がええねんな。よし。やばいやばい、もうしんどいぞ、もうしんどいぞ。これ何やねん、これ。そもそも槍やのに、横投げしかできん。突く動作もこうやったらできるか。まっすぐこうやったら反応しないですけど、こうちょっと斜め気味についたら、突きも再現できる。突きもできる。なんかでもちょっとダサいな。なんか、何やこれ。なんとか温度みたいな感じになってるな。ちょっとダサいですね。やっぱぐるぐる回すか槍やし。よし。まあまあここまではなんとか。大したダメージもなく、食うことができた。行くぞ。反応はいいねんからな。ちょっとぐるぐる回すか。これ何や、メラゴースとか攻撃してこないのかな。ちょうどいいわ。ほい。怖い怖い怖い。天井とかにぶつからへんか心配。あ、でもなんかいいぞ。いい感じに必殺技っぽい感じになってる。ぐるぐる回そう。来た来た。なんか強そうなやつ来た。おらおらおら。必殺技。ぐるぐる回し。あらかん。ぐるぐる。これか、この時か。違うか。防ぐ？このへいへい言ってる時に倒せんな。魔法を使った後に、魔法使った後に、しんどそうにしてるから僕の方が絶対しんどいけど。ガニコツはこうやって弾いたところを攻撃を必殺技で。よいしょ。ほい、ほい、よいしょ。いく、難しいな。ほい。ほい、は、は、槍の防御が難しい。槍はやっぱ防御に向いてないんだな。攻撃あるのみは盾じゃないもんな。やっぱやられるやられる。普通にやられる。魔法使おうかな。魔法だ魔法だ、よし。よいしょ。何やこれ。めちゃめちゃ強い。くそ。魔法使いは、まず、最初の魔法は防御すんねんけど、防御が難しいと。このため、ま、ここ、わかん。キラーンって光ったところに魔法が来るんか。難しいな。ちょっと槍の防御の反応が悪いっすね。ちょっと2面は、ロトの槍でクリアしたいんで、ちょっと改造するか。不具合時間は大丈夫やな。うん。ここの反射板を、ぐるぐるぐるっと、さっきの、じゃあ出てたやつを巻きつけたんですけど、これを、まっすぐにして、こう、向ける範囲、反応する場所は減るけど、反応の精度は良くしようか。向ける場所さえ気をつければ、ちゃんと防御してくれるみたいな、そういう、あかん、しんどい。重たい。ロトのやり重たい。ロトの剣は軽かったのに、ちょっと、槍の A 部分が重すぎる。何やこれ。どこにやっとくのがいいんだろうな。よいしょ。これね、この反射材は結構貴重なんで、破らないように使いたいっすね。雑に貼り付けたぞ。これでどうや？こういう感じにね、見えてんかわからへんけど、しましたと。よし、行くぞ。違う違う。まだ2面、まだ2面。もう一回2面か。まあでもストーリーが
なんか面白いゲームでもないから何回でも同じことできるわ。話はいいっす。話はいいっす。よし。まあ、切るところの反応は素晴らしいな。剣が何だって、モニターに近いから。剣って言ってしまった。槍の先端が、ね。反応する場所に敵に近いんでね。よいしょ。必殺技。よし。おらおら。これはいい。これは強い。全く狙ってないのに、適当に敵を倒せる。体力の消費がすごいな。乱れ気味だ。なんか出たな、今雷みたいな。あ、でもこれが一番楽やわ。振り回す方が。あ、来た来た。防御、あれ防御、よしよし。ちゃんと向きさえ気をつければ。岩を壊せ。だからリリーパッドは無理や。ちょっと防御してると自力品や。さっさと岩壊した方がいい。さっきモグラもちょっと殴ってきたな。モグラ、ただのモグラ叩きやと思ってたら、あかん、しんどい。なにこれ、掃除してるおっさんみたいな感じになってます。ビジュアルも面白い。やっぱこれやな。あー、これええわ。なんか適当に当たってくれてる気がする。そうでもないんか。ちょっと体力の消費、マジックパワーの消費が激しいな。あー、疲れた。よし、行くぞ。今回はクリアせんとちょっと体力がもうないぞ。まだまだ次の武器があるのに。こいつら攻撃してこいのかな。あ、やかんかん。なんか、メラ的なもんしようとしてたな、今。よしよし。次、攻撃すること、こうやな。よし。ほい。来た来た。これでピッてなったとこ、ここ、ああ、間に合わない。体力、HP 少ないな。よし。まあちょっと、どうしよう。魔法使えて、どこや、ここが。ほい。よし。思惑通りや。ほい。反応が。じゃあ、じゃあ、あかん。こう、弾いた時以外は攻撃してあかんな。弾いた時以外攻撃すると、弾いて、こう、こう。よし。いいな、やっぱこれ。この月の、あ、これ何、ボーナスゲームか。よし。重たい。重たい。よし、防御の位置を確認して。よしよし。このためのやつの後のピッてなったところに、ここに。よし。今防御できた。よく分からへん、もう。視界が狭い。普通の魔法が来たらすぐ防御。よし。で、また防御。よし、うまい。よし。いや、攻撃面はいいけど、防御面が難しいな、やりってな。え、なになに、ほこらに寄っていく、寄ってこうか。なんかもらえるんかな。ちょっと、癒しのほこら、癒して。なになに、これ、癒しになんのやつだ。ロトの、そうです。ロトのやりです。試練を果たしてもらおう。100匹のスライムを倒す。もう必殺技1分30秒ずっとやるか。じゃあ、100匹倒すまでに、なるか。よし、行くぞ。ロトの槍、乱舞。行くぞ。ふっ。ほら、これは強い。あー、全然当たらない。やめとこう。ほい。ほい。あか、しんどい。1分30秒やに100匹出た。何これ。合体した。今や、必殺技だ。なんか、反応が今一度、もうちょっとゆっくり回した方がいいな。しかカウントさえへんの嘘やろ。30歳、1分半は無理やって。なんだこれ、倒しきれんかったらまた撃っちゃえば、キングセラムでってこと。ちょっとこれはロトの槍では太刀打ちできんかもしれん。もっとちょっともうビジュアルは捨てるか。ちょっと待って、ダサいって別に今までもかっこよくないやろうけど、ちゃんと逃さず倒すと
じゃあキングスライムが出ないってことなんだな。あ、早すぎるぞ、あのせいいいぐらいのスピードで、あと1分半も去ってしまう。1分30秒があっという間に100匹まで。ああもういいわ。あ、これいいやん、これこれめっちゃ強い。あ、絶対強くない、しんどい、しんどい、しんどい。まだまだだ。あの赤いスライムは、赤いスライムは切ってはいかん。もう一回やんの、俺死んでしまう。でも槍の方がマシか。今後控えてる武器たちは多分もっとしんどいから、槍でこれをクリアして、かつ赤いスライムは切らないっていう有力な情報を得たから、てかさっき言えよ、さっき言ったっけ、俺が話聞いてなかったんかな。待て、よし、これはこうや、よし、あー、よし、赤いスライムがピッピャってどっか行くのは、あのボーナス的な意味やと思ってたけど、違うくって、あれはだからあかんよってことやねんな。あ、リアルなものを倒してしまう。よし、いいぞいいぞ。あのキングスライムさえ呼ばれへんかったらなんとかなりそうやな。よいしょよいしょ、なるだけかっこよく倒したいねんけど。必殺技がいい感じで決まってる。あと、いスペースもいいぞ。まだ今1分や。あと30秒で15匹。ちょっとなんか無駄な動きをちょっと控えよう。よし、つきつき、いいんやこら、いいんやこら、よし、よし、ちょっとカッコつけたところで、ほいみほいみ、よしよしよし、これで、ちょっと防御がいまいち難しい武器の時も、やられそうになったら、ホミで回復できると。あの時出んのかな？ちょっと敵は、ちょっと雑に倒そう。あ、これはいいや。これは強えや、これ。これ。あ、やり強えや。なにこれ。めちゃめちゃコンボいった気がする。うん。あれ？これなんか糸切るんじゃなくて。糸切ったらぐちゃ。かわいそうや。個人的に虫は好きだからあまりいじめたくない。個人的に虫はちょっと、ごめんなさい。申し訳ない。ミノムシやって頑張って生きてんねんで。ああ、どうせな、まあ、ほっとこう。ほっとこう。よし。これ何？ MP は左のあれか。紫のあれか。まず、ホイミを使って。ホイミ！よしよし、いいぞ。で、なんか、すげえ難しいねんけど、二面でこれ？よいしょ、よいしょ。これは、ちょっとロトの槍難く、いや、ロトの槍マシなんやろな、さっきも言ったけど。絶対これからもっと攻撃の反応が、悪い、あれが出てくるやろな。温泉に行ってみようじゃ。これ、なんか、ご神木があって今チラッと見たな。人面じゃん。人面じゃん。ボスやん。勝てるかな？絶対ギラ効くやん。よう思えそうやもん。まあ、なるだけ使わず行こうか。お前のことかー。そうだ、俺がロトの槍の勇者よ。よし。さあ、どんな感じかな？とりあえず必殺技ぶちかまとか。全然食らってない。あ、この手を切るんか。手だ。手やな。よしよしよし。あ、非常にダサい。斜め横。あれ、これ何、防御すんなあかん感じだった。あれ、ごめんなさい、ああ、やばいやばい。あれ、これどのタイミングで今攻撃入ってんだよ。このリンゴはガッポリンになってくるから、手は防御か、これ手は、あ、手防御しつつ何、リンゴも切らなあかんの、これが難しい。ちょっと待って待って、死ぬ死ぬ死ぬ、もう嫌や、もうやり直したくない。ホイミホイミ、これから MP は全部ホイミで使ってしまいそうな気がする。
あが、あ、なんかちょっと敵入ってきた。うわ、必殺技、必殺技、リアル必殺技、あが、なんか、いや、めっちゃ勝負やつが早すぎたりって、名前的には非常にいいけど、これは何や、この手は。ボコボコ殴っとったら、手がどっか行ってくれんかな。なんかダメージ食らってないな、よしよし。このまま。今一つ人面獣にダメージを与えるためが、笑った時か。あ、よしよし、とどめだ。必殺、おー、じゃーって、バシーン、ズバクシャーン、やっつけた。竜王の呪いによって取り乱していたようだ。そうです、私が、ロトの槍の勇者です。私がロトの槍の勇者です。よーし、二面クリアやろ、これ。二面でこれか。二面で、かつ、比較的使いやすいであろう、ロトの槍でこれか。先が思いやれるな。ちょっとかっこいい。いや、もうだいぶかっこいいやろ。見たか？見たか、この槍さばき。知らんけど。この槍さばきを。知らんわ。すみません、ちょっと一回休憩、一回休憩。スライム100が追加されました。誰がんねん。はい、というわけでね、ロトの槍編でした。次3面はまたなんか別な武器でやります。あかんと思ったら槍に戻るかもしれません。はい、さよなら。ああ、ちょっと。はい、一応ロトの槍の作り方。ロトの剣を、この、つっかえ棒。洗濯物とか干したり、何やに使う石灰棒に、ぐるぐる養生テープで固定してます。あんまり甘いと多分飛んでいくんで気をつけてください。で、絵のところに、本編内でも言いましたけど、最初はぐるぐるっと、螺旋状に、このロトの剣から貼りたコーティングを貼り付けてたんですが、精度がいまいちだったんで、コーティング半分に割ったやつを、ここっと、ここに。この時は防御できないけど、この時は防御確実にできるようにしました。はい、おしまい。